いろはは1歳で大人になりました。聞いてください、大人の乙女。
飯塚です。小学6年生12歳バニラアイスの担当です。いーせーのいーありがとう。私たち日本の元気を100倍にするアイドルユニットニャーニャーです。今日は私の1周年記念ライブです。イエーイおめでとう。ありがとう。どうも。1周年なのにちょっとなんかね声がちょっと生き生きしてないんですけど、どうも。はるたんは行くの？行くの？え？あれ？あ、はい、行ってらっしゃい。ちょっと待って。はるたんは今水を飲みに行きました。早く戻ってきてね。今日はお昼ご飯ね、あのマックを食べました。イエーイ。大きいマック、ビッグマック食べました。イエーイ。ピクルスいっぱい入ってて嬉しかった。私も水飲んでくるね。あと作り物進んでくる。はい、え実況お願いします。何を言えばいいのか。くるみちゃん、こんな感じ。復活しました。さっぱりした。さっぱりじゃあ、ちょっと待って。はい、私の方向っていうか、あ、OK。 頑張ること。はい、どうぞ。今年の、あ、え？ 2 年目の抱負は、まずね、あの、ニャーニャーのリーダーとして頑張りたいです。まだ昇格してないけど、頑張りたいです。イエーイ。このね、ベイビー3人たちを引っ張っていきたいと思ってます。イエーイ。はい、じゃあ、次の曲いく？はい、それでは次の曲も盛り上がっていきまーしょー。今年も私はバカじゃないです。みんながバカだと思います。聞いてください。バカじゃないの。私だけを見ていればいい。私だけの君でいればいい。私がいい子でいることを当たり前なんて思わない。どうせの中で
今日はみんな声出してくれてありがとう。聞いてください。Thank you。
人か、その人数でいい、まあ、これ、踊れる人もお願いします。みんなカモンしてください。禁止です。後ろで踊ってください。みんなで、みんなで踊ってるの、後ろで。誰でもいいけど、ちょっときついですね、歌うのは。歌える人もやと思ってる。なんとなくで。あ、ちょっとじゃあ後ろで、あの、私たちに勝てるようにお願いします、歌うの。歌える人をマイク持ってほしいです。いろは様からのお願いです。そうですよ。おー、すごい、ありがとう。いっぱい来てくれた、幸せですね。じゃあちょっと並びましょう。あ、何やるか。なんとなくでいいよ、なんとなくで。いいよ、いいよ。いいよ、なんでもいいよ。はい、OK です。聞いてください、教室サバイバル。